進行方向右側が大ボケ橋、左側が小ボケ橋です。この辺りはラブキングの聖地で、春から秋にかけてはオレンジや青色のゴムボートがこの橋の下を下っていきます。2017年10月にはラフティング世界大会が行われました。大ボケ小ボケは年間を通して安定した豊富な水量と落差2メートルを超える背の激しさから、世界に数あるラフティングスポットの中でもトップレベルの激流だそうです。またエメラルドグリーンに輝く川面や川底まで透き通る透明度も多くのラフティング愛好家を魅了する理由の一つです。